しましま着るとやっぱり元気になれるっていう、そういうあのイメージがあって、赤と白のボーダーがトレードマークだった漫画家の梅津和夫さん、先月28日亡くなっていたことが分かりました。88歳でした。精巧かつ不気味なタッチで人間の心に潜む闇や歪みを描き出し、数々のヒット作を生み出した梅津さんといえば、せーの、ゴーし、中指と小指だけを曲げるこのポーズ、代表作の一つ誠ちゃんの決めポーズは社会現象にもなりました。また話題となったのが赤と白のボーダー柄の誠ちゃんハウス。なんすかこれ。え、これ蛇の目です。玄関で出迎えたのは光る蛇の目、さらに金色に輝くトイレに2つに分かれた階段まで、そしてリビングや寝室はやはり赤と白に統一されていました。実はこのトレードマークにはルーツが。小学4年生の頃から漫画読んでたら海賊が出てきてて、でみんな赤白のしましま着てるんですよ。で僕あの洋服といったらもうその頃から赤と白のしましまって、漫画の影響めちゃめちゃあります。そんな梅津さん自身の作品については、生前梅津は自分の作品が世界中の人々に届いてほしい、永遠に読み継がれてほしいと願っていました。晩年になってもその制作意欲は衰えず、2022年からは27年ぶりの新作などを展示する美術展も開催。先月には最新作となる連作絵画を制作中であることを公表したばかり。まさに生涯漫画家として歩んだ人生でした。単純にあの絵ですとか漫画ですとかそういうもんじゃなくて、もっとそこから飛び抜けた一段の上に行ってますよというようなところを見せたかったんですね。ゴーし、恐怖漫画もあのたくさん読んだんですけれども、やっぱり僕らの世代誠ちゃん本当もね、グワシッやりましたよこれ真似したんですね。でもギャグ漫画なんですけど、どこかなんかね絵が怖いところがあって、そこがまた独特の魅力で、あのよくなんかあのこうほら洋館かなんかで上の方に曇ってきてドロ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 ってこれから悪くなる、はい、なんか雰囲気が良くなくなっていくっていう表現あるじゃないですか、はい、あれ確か梅津さんがね開発されたはずだと思うんです。そうですね、もう本当もう漫画界の歴史においてもう大きな大きな功績を残された方で、ね、もう天国でもこのグワシポーズ、ね、決めてほしいですね。